こんにちは、こんばんは、アルセです。隣の人第2回朗読実況を始めます。仁科君が主人公ですが、仁科君と同じゼミの子根岸君がボロアパートの自分の部屋の隣に大学4年生になってから引っ越してくるという奇妙な話となっております。念のためお断りしますが、こちらのゲームはボーイズラブノベルとなっております。ゲームというよりは一本道の短編小編となっております。続きからやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。綺麗な夕日だな。夕焼けに染まる道を自宅へと歩いていく。教科書の重みが煩わしい。高校時代はロッカーに放置していた勉強道具も大学では毎回持ち運ばなければならない。大学になってからも結構ロッカーあったりする大学もあるんだけどね。春休みに戻りて。休みが明けるまで食堂に行けないと嘆いていたことなど、すでに記憶の彼方だ。あ、仁科の隣の部屋、根岸の部屋に明かりが灯っていた。あとあのいやらしい目線が。昼間の食堂での出来事が脳裏をよぎった。この目つき的にさ、なんか三橋くんな気がするんだけど、気のせいかな。だがそれも一瞬のことで、すぐに仁科の頭から消えてしまう。あの視線が根岸のものだという確証もない。いや、仮に根岸の視線だったからといって、だからなんだというのか。どこぞのヤンキーよろしく。何見てんだよ、何見てんだよとでも言うつもりか。くだらない。頭を軽く振って鍵を取り出した。ん？鍵を閉め直そうとしたところで、仁科のスマホが震える。振動は1回。メッセージかメールだろう。カバンを置き、スラックスの尻ポケットからスマホを取り出した。メールだ。今時はメッセージアプリでのやり取りが主流とはいえ、仁科のスマホにメールが来ることは珍しくない。仁科の所属するゼミの教授はスマホどころか携帯電話そのものを持っていない。おまけにゼミ生の中にガラケー使用者がいるため、ゼミ内での連絡はもっぱらメールで行われていた。そう、メールが来ること自体は何もおかしくない。問題があるとすれば、これが知らないアドレスから送られてきたものだという点だ。しかし件名には仁科へとはっきり記載されている。このメールは間違いなく自分宛てのものだ。知り合いの誰かがアドレスを変えたのだろうか。そう考えて軽い気持ちでメールを開いた。なんか夢みどりでもこういうなんかこういうね、メールのやり取りがねっていうのがあったよねっていうなんだこれ。本文にはおかえりの一文だけ。それだけでも異常なのだが、添付された画像がさらにメールの機械さを際立たせていた。今日の昼に撮られたものだろう。食堂内、冷水機の前に立つ仁科の後ろ姿。いや、こんなの撮って面白いかって思うんだけどね。ちょっとお帰りっていう一文もさ、なんかいかにも隣の人がやったって感じで、逆に引っ掛けじゃないかって思うんだけど、どうなんだろう。絶対、根岸くんの犯行に見せかけて、実は違うっていうパターンじゃないかと思いますがね。気味の悪いメールだが、深刻に捉えることはしなかった。どうせ友人の誰かのいたずらだろう。青木か、それとも三橋か。気づかなかったが、あの食堂内に他の友人がいた可能性もある。簡潔に、誰？とだけ書いて返信する。おっと、鍵と。まあ、普通なら、お帰りってメールが来たら、まあ、家に入るの見てた人間っていうと、まあ、隣に住んでる根岸あたりが怪しいと思うけど、それすらも考えないっていうね。ちょっと危機管理意識が薄いよね。内鍵を閉め、スマホをクッションに放り投げる。
返信に対する答えは送られてこなかった。翌日、大学に到着した仁科は掲示板前に陣取るでかくてごつい男の姿を認めた。三橋だよ。おし、三橋くんと青木くんのスチールはあんまりはっきりとしたものは出てこないね。三橋は首も動かさずに目線だけ向けて挨拶を返す。なあ、この学生ボランティア募集って面接のネタになっかな。その手の話って面接官も耳たこだろ。三大あるあるネタっしょ。サークルリーダーとボランティア、あと一つってなんだ。自分で言っといて聞くなよ。留学じゃね。それな。ふと例のメールのことを思い出す。なあ、昨日俺にメール送った？はあ？三橋はいきなり何を言い出すんだこいつはと書かれた顔で仁科を見た。その様子に送信主はこいつではないと理解する。考えてみれば三橋はこんないたずらをするタイプではないとなると、青木の野郎か。俺がどうした？お、はい、呼ばれて飛び出て青木くんです。足音も立てずに後ろから現れた青木が上げた右手をひらりと振った。その態度にますます確信を深める。人をからかうのが趣味のような男だ。どうせまたいつもの悪ふざけだろう。仁科をターゲットにするのは珍しいが。昨日のメールお前だろ。寒いことしてんなよな。メール？おかえりってやつ。なんだそりゃ。え？青木は本気で意味がわからないといった顔で首をかしげている。何かにつけて人を食った態度でいる青木だが、仕掛けたいたずらを指摘されて白を切るような男ではないと仁科は知っている。つまり青木は犯人ではない。ではあれは誰が？やはり他の友人があの場にいたのだろうか。歴史じゃない？普通に考えたらな。他の誰か。青木の肩越しに癖のある黒髪を見つけた。視線が交わる。交わった視線はすぐにほどけ、根岸はそのまま立ち去ってしまう。仁科、次シートじゃね？そろそろ行かねえと遅れんぞ。お、やっべ！三橋の言葉に仁科の意識が切り替わる。次の講義を担当する教授は特に厳しいことで有名だ。開始時間までに席についていない生徒は容赦なく欠席扱いにされてしまう。シートは掲示板から最も遠い校舎だ。のんびりしている余裕はない。じゃあな。おう。おい、走んなって。膝痛めんぞ。三橋の小言を背中に受けながら、仁科がシートへと駆け出した。あっぶね。仁科が教室に駆け込んだ時には、教室の時計は講義開始2分前を指していた。まあね、教授とか講師が時間ぴったりに来るとは限らないからね、結構遅れてくることもあるからね。いてて。少し無理をしたせいで膝が痛む。三橋の忠告通りになってしまったと苦笑しながら軽く幹部を撫でた。やれやれとカバンから教材一式を取り出そうとしたところでスマホが震える。またメールだ。差出人は知らないアドレス。件名は仁科へ。昨日の再現をしているかのような状況に仁科のこめかみが引きつった。本文はこちらも昨日同様に一文だけ。勉強頑張ってと書かれている。そして画像添付。つい先ほどの掲示板でのやり取りを終えて授業へ駆け出す仁科の後ろ姿が撮られていた。舌打ちしちゃいました
言い知れぬ不安感が、不快感が、仁科の胃からせり上がってくる。いくらなんでも、悪趣味が過ぎる。誰がやっているのかは知らないが、これがジョークのつもりなら、笑いのセンスを磨き直せ。素早く指を動かし、送信元のアドレスを受信拒否に設定した。ふう、まあ今時ね、無料でいくつもアドレスが作れてしまう時代ですからね、他のアドレスから送られてきそうだな。設定が終わるとささくれだった気分が落ち着いてくる。明るく楽しくが仁科のモットーだ。嫌な感情はとっとと忘れてしまうに限る。教授が講義室に入ってきたのを見て、慌ててスマホをしまい込んだ。仁科はいつものようにサークルの部屋でダラダラと過ごしていた。他にはスマホに熱中する三橋がいるだけだ。二人が1年生の頃から所属している手品同好会は適度に緩やかで居心地のいいサークルだ。へえ、三橋もバスケット部ではなくて手品同好会にいるんだ。なんかすごいキャラ変してますよね。年に一度の大学祭で簡単なマジックを披露する以外はほとんど部室で食べるだけ。たまに老人ホームなどに慰問に行くが、強制参加ではない。ちなみに、祖父母に可愛がられて育った仁科は好んで顔を出している。あ、そういう老人ホームに行って、ボランティアみたいなことをするのが好きなんだね。お、いたいた。部室の扉が開いて、青木が顔を覗かせる。そのまま断りもなく中に入ってくると、勝手知ったる様子で、置いてある漫画本を物色し始めた。青木はサークルメンバーではないが、授業の合間の空き時間などにこうしてやってくることがある。仁科も三橋も慣れたもので、もはや関係者でもないのに入ってくるなと注意することもない。あまりに馴染んでいるので、下級生の中には青木もサークルメンバーだと思っている者もいる。漫画本を一冊抜き出すと、青木は椅子に腰掛ける。しばらく紙をめくる音がしていたが、数分もしないうちに本を閉じてしまった。それつまんねえの？いや、もう読んだやつだった。ははっ、だっせ。読む前に気づけって。うるせえな。おい三橋、こいつ黙らせろ。なんで俺だよ。ペットのしつけは飼い主の責任だろうが。しょうがねえな。なんで納得してんだよ。身のない会話を続けていると、不意に三橋が立ち上がる。俺コンビニ行くけどどうする？ウーロン茶と角煮まん。炭酸系なら何でも。了解。そう言うと三橋は財布を持って部屋を出ていった。三橋がいなくなると、青木は新たに漫画本を選んで読み始める。仁科も先ほど青木がもう読んだやつと言って放置した一冊を手繰り寄せた。いざその本を開こうとしたとき、仁科のスマホが小さく震えた。メールだ。数日前のあのメールが思い浮かび、仁科の眉間にシワが寄る。いや、あのアドレスは拒否してある。どうせメルマガかなんかだろ。そう気を取り直して、スマホを手に取った仁科の目が驚愕に見開かれた。どっから取ったのこれ。またあのメールだ。仁科へという件名。知らないアドレス。本文にはサークル楽しいと一文だけ。そして添付された画像。画像は校舎内を移動する仁科を写したもの。今日、それもほんの数時間前の自分がそこにいた。単に盗撮されているというだけでも気分が悪い。それに加えて仁科の嫌悪感を強く煽る点があった。
近い。かなりの至近距離、わずか数十センチの位置から撮られている。このメールを送った何者かは、こんなにも自分の近くにいた。手を伸ばせば容易に触れられてしまうほど近くに。左手に痛みが走って、無意識にきつく握りしめていたことを自覚した。開くと爪の跡がついている。思わず舌打ちがこぼれた。どうした？はっと顔を上げると、青木がじっと仁科を見つめていた。まあ、青木にメールを出すことは不可能だと思うんですよ。今多分他のことやってたと思うし。だから青木に相談した方がいいんじゃないか、これは。いつになく真剣な顔をしている。青木のそんな表情を見るのは初めてだった。いや、ちょっと。さっきメールが来てたな。それのせいか？そういや、この間もメールがどうとか言ってたよな。うわ、名探偵かよ。体は大人、頭脳も大人。その名は青木くんだ。青木の軽口に仁科の体からふっと力が抜ける。ちょっと変なメールが来ててさ、一回アドレス拒否ったんだけど、さっきまた。そう言って青木にスマホの画面を見せる。キモいだろ？毎回盗撮画像付きだぜ。これ撮ったのは男だな。え？なんでわかるんだよ。写真の角度だよ。俯瞰で撮ってるだろ。お前の身長は俺と同じくらいだから、この角度なら。青木は言いながら立ち上がると、頭の斜め上で手のひらを水平に振る。この辺りから撮ってんな。こんなでけえ女、そうそういねえだろ。犯人は男だ。青木の手の位置は180センチ後半から190センチ前後を示している。確かに学内でそんな女を見た記憶はない。男と考えるのが自然だろう。相当近くから撮ってるみてえだけど、カメラの音はしなかったのか？いや、全然。まあ音を消すアプリとかありますからね。さすがにそこまで間抜けじゃねえか。音のしねえカメラアプリでも入れてんだろうな。ま、とっとと拒否設定して、それでも来るならアドレス変えちまえ。学内で撮ってるってことは、この大学の誰かだろうし、学生課にも相談しといた方がいいぞ。学生課は、大げさだろ。そんなことないから、そんなことないから、やっとけ。やっとけ。誠くんの二の舞になるぞ、お前。って男が男にストーカーされてますなんて言っても、真面目に取り合ってくれるとは思えない。きっと笑い物になるだけだ。証拠があるじゃん、証拠。なんか、自分でやってる狂言だとか言われるかもしれないけど、証拠を見せたまえ、君。けど、お前膝悪いんだろ？いざって時に、逃げらんねえぞ。あ、なんかバスケとかで怪我したんだっけ？あんま覚えてないや。大丈夫だって、少しなら走れるし。でもさ、身長180とか190の人とさ、かけっこしたら絶対追いつかれるよね。怪我してなくてもね。うん。仁科の膝は、バスケ部時代にジャンプを繰り返したことが原因で故障している。いわゆるジャンパー膝というやつだ。おー。当時のコーチに膝の痛みを訴えたが、練習を休むことは許されず、やがて取り返しのつかない状態まで悪化してしまった。ひどいコーチだな。以来、仁科は学校側の人間というものを信用していない。助言してくれた青木には悪いが、学生課へ相談などという選択肢は早々に塗りつぶした。ひとまず、前回同様に受診拒否に設定しておく。まあ、お前が大丈夫ってんならいいけど、やばくなったら言えよ。気が向いたら助けてやる。向かねえ時もあんのかよ。青木との会話のおかげか、仁科の気分は随分軽くなっていた。誰が何の目的で行っているのかは知らないが、早めに飽きてほしいものだ。ということで、今回も時間になりましたので、このあたりで終わりにしたいと思います。
さっきの写真はやばかったね。すごい至近距離で撮られてるから、まあ、普通だったら気づきそうだけど、誰だろうね、まあ、誰っていうか容疑者は2人ぐらいに絞られるわけなんだが、ということで、まあ、次回に期待を、こうご期待ということで、じゃあのー。